平成28年8月4日、第98回夏の全国高校野球選手権大会開会式で始球式のピッチャーを務める熊本県立阿蘇中央高校の野球部キャプテン倉岡正清君が阿蘇市長を表敬訪問しました。この日、倉岡君らは選ばれた経緯や意気込みを佐藤義興阿蘇市長に報告。市長は被災した阿蘇市にとって元気、勇気、希望を与えてくれます。始球式ではしっかりと思いを込めて投げてくださいと激励しました。今月7日に開幕する夏の甲子園では、今年4月に起きた熊本地震の被災地を励まそうと、熊本県の高校球児が開会式に招待されることが決まっていました。そんな中、倉岡君が書いた野球にかける思いを綴った作文が主催者の目に留まり、今回の大役に抜擢されたということです。倉岡君は古城小学校、一宮中学校出身で、小学2年生から野球を始めました。熊本地震では倉岡君も避難所や車中泊を経験し、野球がやりたくてもやれない時期を過ごしました。そして改めて家族や周りの環境に感謝しながら、阿蘇に元気をを合言葉に練習を続けてきました。残念ながら阿蘇中央高校野球部は2回戦で敗退しましたが、倉岡君が始球式のピッチャーに選ばれたことに地域の人たちも喜んでいるということです。その夏の大会、自分たちは2回戦で敗退して、その時点でもう甲子園っていう夢が立たれたなっていうふうに思ってたんですけど、その中でそういう話をいただいて、で本当に自分の中でも実感もありませんでしたし、本当にもうイメージもつかなかったんで、本当に驚きで、でもその、甲子園という舞台で投げられるっていうことには本当に嬉しいことだなって思いましたね。本当に家族のみんなが本当に嬉しがってくれて、でもう親も本当に話聞いたときは本当涙が出そうだったっていうふうに言ってくれたんで、本当にそういう面では良かったなっていうふうに思いましたし、で友達もその報告したときは本当に嬉しがってくれたんで、その本当はチームのみんなで行きたかったんですけど、その夢を自分に託してくれたっていうか、そういう面で本当に嬉しいことだなと思いました。熊本を代表していくわけなんで、そういう面でしっかりと熊本に、熊本は元気ですっていうふうに表現できたらっていうふうに思うんで、そういう面でしっかりと地震あったときに全国の皆さんが、その支援していただいた方々のに感謝しながらしっかりと投げたいなと思います。倉岡君がピッチャーを務める始球式は8月7日日曜日、開会式後の午前10時30分からの第一試合で行われます。